ロブスターのビスクビスクとは、クリームベースの滑らかで濃厚な味わいのフランスのスープである。本来は裏ごしした、甲殻類のクーリをベースとして作られる。ロブスター、カニ、エビ、ザリガニ等が用いられる。また、ロースとしてピューレにした野菜を使ったクリームベースのスープもビスクと呼ばれることがある。ビスクという名前は一般に、 フランスのビスケーワンに由来すると考えられているが、甲殻類を二度調理するということに由来するという説もある。すなわち、調理の過程で材料となる甲殻類をまず殻のまま、軽くソテーし、その後ワインや香味材料と共に煮込んでこし、さらにクリームを加えて仕上げるからである。ビスクは、市場に出荷できない不完全なところのある甲殻類や、売り物にならない、 細い足などの部分から甲殻類の旨みを最大限に抽出する料理である。伝統的なビスクでは、殻も滑らかなペースト状にすりつぶし、スープにとろみをつけるために加える。ビスクをこす前に米を加えて、澱粉質のとろみをつける場合もあり、米はこして取り除くかピュレーして、ビスクに加える。海鮮のビスクは、伝統的に下皿付きの持ち手が2つつついた浅い、カップか。 マグカップに入れて供される。クリームベースで甲殻類を含まないスープをビスクと呼ぶこともある。この場合、火を通した具材をフードプロセッサーやフードミルでピューレにして作られる。スカッシュやトマト、マッシュルーム、赤パプリカ等を用いるのが一般的である。ありがとうございます。